がおすすめですべ。本当です。ついにね、白神もね、ホロライブの運営さんから借りパクしていたプレステ5をもう返してはいるんですけども、はい。なんかあの入ってた FF7 もちょっと遊んだりしたんですけども。もうね、返してはいるんですけども、マイプレステ5を手に入れることができたのでね、運営さんソーリーという。我が物顔でプレステ5を使ってましたけど。どれくらいか見てもそんな、なんか2、3週間ぐらいかな。運営さんの方の私物だったらしくて、FF ができないよーって嘆いてるので、そろそろ返却してあげてくださいってマメちゃんから来て、すみませんって返しました。それは申し訳ないんで。まさかのその運営さんの私物だったらしくて、そう。一応会社には置いてあるようなん、置いてあるようらしいんですけども、そう。なんかってなって、それを聞いて白川には爆速で返しました。そう。まさかの会社のちゃんかいみたいな。そう。まあそれまで、そう、白神が遊んでくれてるのを黙って見届けてくれていたその運営さんに感謝。どこかね、ちょっと自分用にPS5 を買ったので、もう大丈夫です。いっぱい遊んでくださいって。ね、あの、ホロライブの会社にお邪魔する機会がありましたら、本当に、あの、手土産を持ちつつ、あの、長期間本当にありがとうございました。いや、さ、あの、ホグワーツレガシーもそうなんですけども、あれあれあれ、あれ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 、サイレントヒルが、やりたくて、プレステ5の。それがやりたいがために、もうプレステ5買おうって決断したまである。うん。